はい、こんにちは、ハーミーです。今日は8月の17日、土曜日です。時間は12時30分を間もなく迎えるところになります。皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。お盆休み真っただ中かな、ちょっと分かんないですけど、学生さんでしたら、夏休みも終盤に差し掛かっている頃じゃないかなと思います。いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、お聞きの通り、ちょっと鼻声でですね、ちょっと風邪をひいてしまいましてですね、昨日は、ちょっと会社をね、お休み、昨日じゃないな、おとといはですね、ちょっと会社をお休みしてしまったんですけれども、なんとか風邪薬を飲んでですね、熱も下がりましたので、今日会社に行くんですけれども、今日はもう多分帰省ラッシュの戻りのね、ピークを迎えるので、これからちょっと忙しい時間を過ごすんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、頑張っていきたいなと思います。で、今日はその風邪ですね、風邪、自分もこう今風邪病み上がりの状態、まだ風邪に上がりきってない状態なんですけれども、皆さんは風邪などをですね、引かないためにですね、どのような対策を行っているかとかですね、あと風邪をひいてしまった時にどういうふうに早く治すためにですね、どんなことをやっているかっていうようなことをですね、コメント欄に書いていただけたらなと思いまして、動画をアップしました。自分はですね、そんなに特殊な対策とかですね、まあ、風邪ひかないように手洗いうがいはしてるんですけれども、そんな変わったことはやってません。なので、もしなんかおすすめの方法とかですね、対策があれば教えていただきたいなと思います。コメント欄に書いていただけると幸いです。では仕事行ってきたいと思います。今日も一日頑張ります。ハーミーでした。